ソニックスーパースターズはあの昔ながら の, あのメガドライブのサイドスクロールのソニックですね、これをクラシックシリーズと呼んでるんですけども、そのクラシックシリーズの最新作ということで、当時の、まあ、タッチ&フィールをそのままに、3D グラフィックスとか新しいエメラルドパワーとかいろんな要素を足して、もう一度クラシックソニックを新しいスタンダードに持ち上げようというそういう試みのタイトルです。クラシックシリーズを作るにあたって誰が作るかっていうのはすごく重要なところなんですね。で今回そのアーティストさん大島さんはもうご存知の通り、オリジナルのソニックを作ったあのデザイナーでもありますので、まさに大島さんのところに、クラシックシリーズの新スタンダードを作ってもらうっていうのは本当にあの我々としてはもう、望んでたことなんで良かったです。 SNS とかで、いろんなソニックを好きな方々がフォローしていただいて、いろいろ絵を送ってくれたりだとかして、まあ前から何かなんか恩返しじゃないけど、なんかみんなに何か返したいなと思ってたところだったので、すごくあこれはいいチャンスだと思ってやらせていただきました。エメラルドパワーは、まあ、その言葉通りあのカオスエメラルドを集めるごとに一つ一つのエメラルドを手に入れると新たに身につくあの特別なアクションなんですけども、なのであのカオスエメラルドが7つあるので、エメラルドパワーも全部で7つで、これ一個一個手に入れるとあのソニックがこう分身して画面中の敵を攻撃したりとか、あと見えないものが見えるようになったりとか、あと水になってあの水中を自由に動けたりとかいういろんなアクションがあるんですけども、まあ、ゲームの中では基本あのクラシックソニックをベースにもちろんあの導入した機能ですので、あのエメラルドパワーを使わなくてもこのゲームをクリアできるんですね。なのでエメラルドパワーを最初持ってなくても普通にプレイしてもらって、でエメラルドパワーを手に入れた後もう一度そのステージを遊んでみると、こうタイムアタックがより楽しくなったりとか、今まで知らなかったルートが発見できたりとか、まあ、そういうアディショナルな能力として楽しんでもらえればいいかなと思ってます。昔ながらの良さもちゃんと踏まえつつ、なのでそのコアな人にも楽しんでもらって、だけど普通にアクションだけで攻略することもできるし、エメラルドパワーをこう見つけて手に入れて、で飛び越えてあの攻略していくっていう方法もあれば、いろんな方法があるので、そういうところをすごく大切にして作った感じです。ソニックといえばピンボールアクションということで、あの必ずなくてはならない代表的なアクションの一つなんですけども、まあ、今回はそれをカーニバルという遊園地風の、あのスタイルでまとめまして、でアクト1はその楽しい遊園地の雰囲気を楽しみながらピンボールアクションを楽しんで、でアクト2になるとガラッと、時勢が夜に変わって、ちょっと雰囲気の怖いちょっとホラーハウスみたいな雰囲気の中で行うっていう、ちょっと二面性のあるステージ構成になってます。でもう一つのサイバーワールドの方はあのトレーラーの方であのご紹介して、あの前回あの出したトレーラーでもあのクラゲ状のになったキャラクターがかなりあの皆さん の, あのバズを生んだと思うんですけども、まあ、そういうデジタルワールドの中であのソニックたちもデジタルになっていろんな姿に変わって、まあ、ちょっと楽しいことを行うっていう、まあ、そういうちょっと、一風変わったステージになってます。であの協力プレイに関しては、まあ、皆さん協力プレイのアクションゲームっていうとこうゆっくり画面の中でみんなが動きながらゆっくり画面が動くようなあのゲームを想像されるかと思うんですけど、今回の4人プレイっていうのはあくまでもソニックならではの4人同時プレイっていうのをあの目指して作ってますので、あの本当に一人すごい速い人がいるともうみんなこうちょっと待てよ待てよ待てよみたいな感じで、こう会話が生まれると思うんですよね。みんなで競争して誰が一番になるかで、一番取ったと思ったら他のやつが何か違うアイテムとか
あのギミックを使って先に行くとカメラがそっちに行くので、まあ、本当に競争しながらで時にはさっき言ったちょっと待ってよって言ってじゃあしょうがねえなって待ってあげたりとかそういうプレーの仕方を楽しんでもらえるといいなと思っています。まあ、ソニックはご存知の通りあのスピードの速いキャラクターでソニックだけドロップダッシュっていう技が使えます。でこれはあのジャンプして地面に着地した瞬間ダッシュするっていう、まあ、ソニックならではのアクション でテイルスはあのご存知の通りテイルス尻尾を回して空を飛ぶことができるんですけどもそのテイルスだけ唯一仲間を運ぶことができるんですね。なのでテイルスがあの空を飛んで仲間がそれにくっついてこう一緒に移動するっていう楽しみ方ができます。ナックルズもこれまでのナックルズと同じでジャンプ中にボタンを押すと滑空をしてそのまんまこうあの飛行ができるというのがまあ特徴です。あとは壁に対してこう掴んで登ったり降りたりすることができます。でエミーに関してはまあ、ソニックでいうところのドロップダッシュと同じ行動を取るとあの移動はしないんですけどハンマーでババ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 ンとやるんで自分で好きなあのスピードでその敵をバババッと一気に倒したりとかあとはあのこれがすごい特徴になると思うんですけど二段ジャンプができるようになるのであのちょっとこう あともう少し届かないっていう時にエミーはすごく使いやすいキャラクターになってます。あの4人プレイモードとバトルモードというのを紹介するトレーラーを出しましてで発売日も、10月17日ということで、発表させていただきました。でそれとあの今回デジタルデラックスエディションっていうのを中身を今回あの初めてアナウンスしましてあのレゴの姿をしたナックルズ、テイルス、エミーそれと、そのバトルモードでカスタマイズパーツとして活用できるメカソニックそれと、ソニックのオリジナルの、デザインスケッチからこのラビットっていうあの新しいスキンを、今回デジタルデラックスで、皆さんにお届けできることになりましたので、まあ、ぜひ、このデジタルデラックスエディションを予約していただけると嬉しいなと思います。これまでにメタルソニックという、メカあのエクマが作ったロボットがありましたがあと、メタルナックルズっていうのも過去にあったんですね。ところが、メタルテイルスとメタルエミーはこれまでになかったキャラクターですのでぜひそれも楽しみにしてもらえればなと。であと、先ほどのラビットっていうのは本当に、ソニックのプロトタイプのゲームを作ってた時にゲームの中を走ってたキャラクターなんですけどその、決めポーズというかそれは過去と全く同じモーションで動きますので多分誰も見たことがないこれは誰も見たことない私も見たことないんですその元のプロトタイプのやつ、はい、今回初めてあのお見せできるのでそれも楽しみにしてもらえればなと思います。